東京ホンマモン教室の新コーナー、高橋あさみちゃんの教えて藤井先生。経済に関する気になる言葉を優しく解き明かします。藤井先生。はい。この間デフレとインフレについてもっと詳しく教えてくれるって言ってたんだけど、うん、教えてくれますか？そうですね、まずちょっと思い出しましょう、ね、はい。デフレっていうのは経済が縮んでいく、収縮していく現象。でインフレっていうのは経済が大きくなっていく現象、うん、大きくなっていく、ね、現象。まあ、これすごくわかりやすいけど、うん、別の定義あるいは経済学での一般的な定義は、物の値段の下落がデフレで、うん、物の値段の上昇がインフレってこう言うんですよね。この両者の関係がみんなあんまり分かってないでしょ。おー、ちょっと難しいよね。難しいね。ここでね、今日は一個だけ言葉使いましょう。はい。新しい言葉ね。はい。デフレスパイラル。デフレスパイラル。聞いたことあります？なんかくるくる回ってる感じがする。そうそう、スパイラル、その通り、うん、そのデフレの本質はね、このスパイラル、これにある。スパイラルっていうのはね、螺旋っていう意味なんですよ。螺旋、うん、螺旋回路、くるくるしてる感じだね。そうそう、くるくるするやつね。それでね、これどういうくるくるなのかっていうとね、まず僕ら貧乏になったとしましょうよ。なんか所得が下がります。貧乏、そしたら物買えなくなるでしょ。あ、買えない。うん、買えないよね。で、お店屋さんで払うお金少なくなりますよね。おう、そしたらお店屋さんの売り上げは減りますよね。下がる。おうおう、うん、下がる。下がったらお店屋さんので働いてる人の給料は下がっちゃ う, そう下がっちゃうと、そしたらまた今度使うお金減ります。あ、減っちゃうね。減っちゃうと お店屋さん儲からない。確かに儲からない。儲からないから、物買えない。買えない。ってことでね、これスパイラルでぐるぐるダメなって。あー、本当だ、ね、みんな買えない、使えないってなって。そう、そうなの。それでね、こうやってどん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 みんなお金使わなくなってったら、ここでね、経済学でよく知られた現象が起こるんですけどね。何？うん、みんなね、お金払わんようになって物買わなくなっていくでしょ。うん。そしたら物の値段ってどうなると思います？あ、安くなっちゃうのかな。そう、安くなっちゃうの。で、さらにね、物の値段が下がっちゃったらお店屋さんの売り上げはどうなります？下がっちゃう。そう、そうなの。だからね、すごいスパイラルが回っていくの。僕たちがまず貧乏になります。物を買いません。買いません。そしたら物の値段も下がるし、お店屋さん儲かりません。そしたら貧乏になります。物の値段はどんどん下がっていきます。だからね、物の値段が下がるって良くないの、経済的に。良くなかったんだ。そう、だからね、安いからいいと思ってた。ダメなの。そしたら安かったらお店屋さんが困ってるの。はあ。でしょ？そうか。だからね、このお店屋さんが困ってるっていう話、うん、来週また突っ込んでお話しようかな、もっと。わあ、嬉しい。デフレの謎をもっと解き明かしましょう。はあ、藤井先生、ありがとう。